実はね、生姜弁当。生姜弁当。真っ白やから、なんか肉全部盗んだみたいな感じ。さあ、TikTok とかでさ、答える人はその問題見えないけど、答えてみたいなやつあるやん。あるあるある。あれさ、面白すぎてさ、ずっと見とるんやけど。わかるわかる。あれやらん。やりたい。ピンピン、質問用意するわ。あ、じゃあ、私やろう。ランってどこの言葉？一応目セットされてるんで、どうぞ。サバの味噌煮。ちょっと近い。あ、そう、近いな。でもこってりだな。こってりすぎだな。もう味噌漬けはもう3日ぐらい漬けたやつがいいかな。あー、美味しいよね。そういう問題でもない。美味しい、確かに。ラーメンに乗ってたら嬉しいもの。いや、嬉しくないね。どうぞ。どうぞ。ハリウッドザコシショウ。はあ。推しですか？推しないですけど、何かメッセージ的には、メッセージ的には眠らないでくださいっていう。なるほど。眠くなってきちゃうけどかもしれないけど、眠らないでね。だって視聴者の皆さん、視聴者の皆さんだそうです。どうする、いいでしょうか。はい、どうぞどうぞ。ふんどし。いや、ちょっとツボでした。お母さん的良かったですね。そうね。オリンピックで追加されてほしい競技。追加されてほしい競技、ふんどし。ふんどしね、やっぱ長さじゃないよね。一番長い人が勝ちとか。あれからふんどし綱引きみたいに勝った。うん。じゃあ最後のお題こちらです。はい。ゆで卵。おお。何？昨日のおかず。おお。え、ゆで卵？うん。自分で産んだやつね。ひげみたいさん。魚の骨。魚の骨を。魚の骨。これどっちかっていうとオーバーサイズってよりかピッチピチな感じから体のラインが見えるような、ラインどころか骨が見えるような感じの多分テーマってことだよね。あ、なるほどね。関連はあるよね。毛全部噛んないとできないね。マジで全然わからん質問が。今日のファッションのテーマ。ファッションのテーマ。はい、では次の質問どうぞ。うん、メガネ。なるほど。じゃあ、母さんとか結構いける感じだね。そうかもね。ああ、好み、こだわりある、そのメガネに対する。こだわりね、メガネはね、割とこだわってる。渋谷のね、前の目が隠れてる人たちがつけてそんなメガネ。ルック重視なんだ。そうそうそう、恋愛する中で一番重要なのメガネだけどね。メガネしてれば結構ドストライクってことでしょ。そういうことかもしれない。簡単だな。募集してまーす。あ、募集してまーす。藤井さん、今募集してまーす。今年のクリスマスのノープラン。どうぞ。草生える。カズ、もう一回聞いていい？うん。どうぞ。はい。草生える。曲名クイズ、シュガーソングと草生える。シュガーソング、ビターステップっていうのがね、答えなんですけど、そんな意味わかんないですけど、お母さんわかんないかな。これで、これあの、というわけで、あの、TP の要望によりエキストラ問題です。どうぞ。え、何が、ちょっと、キモいって今の。失礼しました。失礼しました。どうぞ。ハロウィンパーティー。あ、でもなんかかかってるかかってる。合ってる合ってる。ちょっと合ってるもん。そうなの？ハロウィンパーティー。え、自分を例えたら。自分を例えたら。違うの？自分のことハロウィンパーティーだと思って。もう。ちょっと息ができる。やばい。いや、もう母さんにこの質問してることがちょっと面白いよね。そうですね。性的魅力を感じる人。ハロウィンパーティー。まあ、あながち間違ってね。その変装してる人。もうハロウィンの日なんかどうなっちゃうの。性的魅力が大爆発。性的魅力を感じる人いっぱいおる。ハロウィンやばいね。ハロウィンはね、えぐいね。というわけで、どうぞ。おもろいな。人生いろいろ。あー、素晴らしい。
晴らしい、さすが母さんだ。